さあ、まあ、食欲の秋がやってくるということで、なんか今日はですね、花火さんの、麺屋花火さんの、カップ麺のバージョンを、サブサカさんが買ってきてくれたらしいんですよ。で、来た？あ、すごい！いいタイミングで！ あ、すごい！なんかさ、麺全然カップ麺っぽくないね。これなんだ？ ノベルティ ノベルティついてくんの？コラボカフェみたいな。1枚必ずコースターがもらえるみたいな。いただきまーす。すごい。これはカップでお湯を入れて、混ぜて。調味料は何がこれ付属してるんですか？特製だれと、あとそのお肉が入ったまた別のタレですね。へえ。魚粉みたいのは、もうふりかけとしてついてふりかけでついてるんだ。うわ、いただきます。おいしそう。おいしい。すごいですね。これカップ麺で出てるんですか？そうですね。へえ、すごいね。いや、台湾まぜそばの味する。確かに。で、こう、黄身とかさ、そういうの入れても美味しいんじゃない？卵をさ、入れて。本物も入れるじゃん。っていうのも書いてありました。あ、書いてあっただけで、今日はない。あ、なるほどね。ご飯入れても美味しいよって書いてます。卵必要ですか？うまい。卵、あってもいいかもしれない。あってもいいかもしれない。ちなみに今日ご飯は、買ってきますか？ああ、今からか。下にコンビニがねあえ、下のコンビニある。いや、卵。いや、どう。まあでもこれでも十分、まあ。確かに卵、あってもいいかもしれないね。本当？間に合うかな？食べきらないようにしないといけないけど、でも、あったかいうちに食べなきゃいけないっていうさ、使命があるから、これ、どうなるか、間に合うかどうか、ちょっと待ちましょうか。まじ、もうちょっと食べて待ちますね。おいしい。取っとけるかな、これ、私。あ、メールが。ありがとうございます。お名前。おすびさんからです。ありがとうございます。それまで、グーモル、グーモル。シンガポールで行われた、キャラエキスポ2017、お疲れ様でした。自分は、2年連続でキャラエキスポに参加したのですが、去年以上にたくさんの思い出ができましたよ。特に今年は一緒に日本から来た友達たちと、行動することも多く、イベントだけではなく、みんなでカニを食べたり、マーライオンを見たり、ナイトサファリに行ったりなど観光して、この年で修学旅行の気分を味わえました。とても楽しかったです。シンガポールはとっても素敵なところなので、来年も機会があれば行きたいと思います。その時は、空丸がブログで紹介してくれたお店にも行ってみたいなと思います。ではでは。そうでした。キャラエキスポ2017があって、私もシンガポールにね、行ってきたのよ。で、この間のさ、ロサンゼルスは、ちょっと規制でいろんな何にも話ができなかったし、何もできなかったんだけど、今回のシンガポールは、罰金が生じてもいいから楽しんでいいみたいな、なんかそういう、なんかよくわかんないですけど、なんかそういうシステムだったみたいで、なんか自由にツイートとかもしていいですよっていう許可が降りたので、結構いろいろね、みんなエンジョイしたりしたんだけども、今回私、シンガポールのカジノに初めて行きました。ね！前に実はニュージーランドに行った時にカジノ初めて入ったんだけど、シンガポールのさ、船がさ、あるでっかいホテル、マリーナベイサンズの下かなんかにある、カジノに行って、
自分でねお金下ろしてカジノでねよし頑張るぞって気持ちでやって、でなんだろう、やっぱブラックジャックだったりとかそのバカラとかさ、結構その知識がいるゲームがさやっぱ多いじゃない、カジノのゲームって。だからとりあえず何の知識もいらなそうなスロットマシーンをやってみようと思ってやったんですよ。そんでまずマシンに50ドルぐらい入れてやっていたところ、ちょうど2、30ドル使ったあたりでもうなんか当たったのよ。当たってそれが一気に600ドルぐらいに増えて、うわうわうわ嬉しいと思って、で知る人と知るシンガポール人のテレンスさんと一緒にねについてきてもらって行って、で私はもううわすごい当たった出た出たってなって、ででもテレンスさんは、わあもう徳井さんこれ以上は出ないからやめた方がいいですよみたいな感じで言ってんの。でも私はいや、やっぱなんかせっかくだからなんかまだまだいけそうな気がすると思って、結局その後600ドルに増えて、そっからなんか別の台に移って、それでやったらばそれでもまたなんかめっちゃ当たって出ちゃって、結局私1100ドル勝ちました。すごいよね。いやよかったと思ってて、他にもそのブッシュロードの社員の人とかもみんなで一緒に行ってたから、みんなに自慢しに行って、ちょっといくら買ったか聞いてみてくださいみたいな感じで言って、え、どうだったんですかって言ったら、そしたら1100ドルも出ましたよって言ったら、うわすごい、さすが徳井さん持ってますねってみんなに言われて、嬉しかったです嬉しかったなーね。最近の思い出としてはやっぱりね嬉しいね。うん、カジノってやっぱ夢があるなと思って、でそっから他の人たちがやってるのを見たら、そのバカラなのかな、なんかこう配られたトランプをもうくしゃくしゃにしてこうやってめくんのね。でトランプはもうぐしゃぐしゃになってるの、こうやってぐちゃぐちゃぐちゃってめくるから、でそれはなんかもう使わないらしくて、その私後から気になって調べたの、トランプギューギューめくるなぜみたいな感じで一体あれはなんていうゲームなんだろうと思って調べてみたところ、どうやらそのバカラらしいと。でこう開けるのはなんか絞るって言うんだって。でその絞りでその白熱するみたいな、その欲しいカードが出ろ出ろみたいな、その祈りながらめくるのもそのゲームの醍醐味らしくて、あーカジノのねそういうゲームの世界はなんかいろいろ奥深いんだなーと思って、なんかいつかそういうのもちょっとチャレンジしてみたいなと思った感じでした。まだかなまだかな、まだ来ないかな。あ、これ嘘、来た、お願いします。はい、味付け卵と温泉卵。え、ちょっと待って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 、おい。おい。おいおい、え？味付け卵と温泉卵、これって火が通ってるやつですよね。そうだと思います。温泉の方が。あ、でも卵かけご飯とかあれじゃないですか。卵かけご飯って食べたことあります？あれって生卵をかけるって知ってます？そう、あ、そうですね。ね、これだと火が通ってるから。混ざらないんですよね。なんか、しかも、すごい重要なこと言っていいですか？私、ゆで卵と温泉卵を食べれないんですよ。ちょっとじゃあ、この温泉卵たちを見ながら、大和まずは、どうかな。いや、そうなんですよね。生卵を、はい、乗せて混ぜて食べるのが美味しいんですよ、これ。それは台湾まで。うん。まあこれでも全然美味しいんですけど、まあ生卵もあったらなお良かったなってところではありますよね。まさか温泉卵とゆで卵が来るとはちょっと思わなかったんで。驚きでした。買ってきます。うん。大丈夫です。うんうん。もう食べ終わっちゃいそうなんで。
美味しいですね。やっぱ台湾まぜそばって。大丈夫です。まあ卵があればなお良しではありましたが、まあ十分。それなくても美味しいですこれ。うん、美味しい。でもこれは追い飯できますね、やっぱちょっと余りますもんね、タレが。うん、ごちそうさまでした。いや美味しい。やっぱりなんか元気出るよね、この味。うん、あー美味しかった。うん、食事ただの夜食みたいな感じになりましたけども、いやありがとうございます、ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっと他にもでもなんか出てるらしいじゃないですか、台湾まぜそばのカップラーメンみたいのが。いろんな種類があるみたいなね。ちょっと今後それも私調査していきたいなと思いますので。はい、え、リサーチでした。リサーチしたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあというわけで、引き続き私への質問、要望、ご意見、やってほしいことなど、どんなことでもいいので送ってください。お待ちしております。ではここで一曲聴いていただきましょう。ニコリンパナで Listen to my heart。 遊ぼう、はじめましてのハッピーチューン、遊ぼう、君とぼう。